でです。最終受付、11月23日のオフラインと11月5日のオンラインおしゃべり会は、11月25だ、25日のオンラインおしゃべり会の申し込みが明日の13時で終了です。どうしよう、オンラインっていう字気に入ってるのに。ぜひね、ポキちゃんとおしゃべりしようしたいしてみたい方、お待ちしてます。待ってます。そうですね、オフラインおしゃべり会は、2部の私服が残ってるので、ぜひ、こんばんは。こうするおりました。なんか止めるものないかな。え、これじゃない。なんだ、どこだ。あ、これか。買ったんだった。ボンド。ハロウィンメイク用にボンドを買っていました。ハロウィンメイクはコンシーラーとボンドを混ぜ合わせて、それでいろいろなものをくっつけたりするんだけど、こないだのメイクはしなかった。それこんばんは。え、絶対くっつくよね。ほら、もうこれで。カニどっか行った。どこ行った。え、どういうこと。あった。踏んでた。こんばんは。こういう感じで、お、いいじゃん。見える見える、ちゃんと一枚の紙に見える。こんばんは。幸せの3連休最終日ですね。こういうこと言うとさ、この3連休お休みで、明日からお仕事の人たちに嫌われちゃう。現実に戻すなっていう感じ。このマグネットはおじいちゃんとおばあちゃんがどっかのお土産で買ってきてくれた。
明日から4連勤。そうだよね。まあ、あのアイドルというお仕事柄、皆さんの休日に合わせて稼働っていうか、あのお仕事がをしないといけない職業なので、皆さんが休んだ3連休は、私はね動いてました。だから皆さんの気持ちは分かりません。逆に明日病院に行ってきます。こんばんは。まあ、あのレッスンがあったりとか自主練に行くとかはあるんですけど、そうです、病院に行けます。ゆうなちゃんの声に合わせて休み取る流れ。あ、そうなの、ありがとうございます。平日もあるからね、公演って。もっちゃんの生誕祭の動画はほとんど